といて。何かあったの？なぜだ？みんないい顔してるじゃん。ミアなんて特にさ。ああ。まあな。女、どうしてここに？お願い、ジャックを。ジャックを助けて。暴走しかけてる。奥に運ぼう。まずは治療が先だ。気分はどうだ？ごめんなさい、急に押しかけてしまって。一体何があったの？大聖堂の地下に地下洞窟があるのは知ってる。そこで何者かに襲われて、ジャックがおとりになって私を。大丈夫？襲われたって？そんなところで何をしてたんだ？私たちの目的は継承者と侵害の維持。継承者の暴走は今に始まったことじゃない。誰かが継承者を監視し、暴走の兆候があればいち早くそれを止める必要があった。継承者はいわば侵害を抑え込む器。壊れた器は取り替えるしかない。だから。ハンターをしていたのはそのためか？あらゆる可能性を模索したけど、他に方法はなかったの。この使命を果たすためには。でもそれで許されることではないのも分かってる。私が消える時までこの罪と共に。だから私は胸に刻む。自らの思いのために侵害を守ってくれた彼らを、彼らの願いを。そんな簡単に見つかるものなのか、代わりの器というのは。そのために私たちのような監視を任務とする継承者がいるの。お前たちも継承者だったのか？ジャックの力で暴走の兆候を見張り、次の継承者が見つかるまでは私が仮初めの器となる。私の歌には暴走を一時的に抑える力があるから。染めの器。あれはそういうことだったのか。地下洞窟にいたのも、その先の棺に眠る継承者の状態を確認しに行くためだった。こんなこと頼めた義理じゃないのは分かってる。でも。お前はここで休んでいろ。ジャックは必ず助け出す。最後に一つだけ教えてくれ。その先に眠る継承者の正体をお前は知っているのか？あなたたちも名前くらいは聞いたことがあるかもしれない。レヴナントの研究に携わり、クイーン計画に深く関わった男。重曹ミド。ミドだと知ってるの？ああ、俺たち家族を。
撃った男だ。侵害の器が見つから本当はなぜお前の血がただクイーンの血で作られたこのことから類推する戦いも苛烈ルイから教えてもらったんだけどそれなら使い物になるかどうかはわからないでも無駄にはならないと思う彼も私と同じく彼女は侵害を受け継ぐ安心して彼の侵害への適合率はとても高い一人で進んじゃダメよ登ってないみたい。なんだろうあれ。変わったレリーフ。早いところハンターを見つけましょう。私も彼に用事があるから。この先の地下洞窟には。
てきたりしないよね。扉が開いているみたい。敵ね。仕掛けて足が。使えるものは使わないとね。知っててすごいもの見つけたわね。エヴァ、聞こえるか？チッ、正気が濃すぎて通じないか。安心しろ、別に争いに来たわけじゃない。助けに来たんだよ、あんたの連れに頼まれてな。エヴァが？そうか、無事に逃げ延びたか。言いたいことはいろいろあるけど、一つだけ。ニコラのこと気にかけてくれてありがとう。礼を言われる筋合いはない。何者なの、あなたたちを襲ったのは。本来ならばありえないことが起きた。封印したはずの継承者が棺の外に出ることなど。継承者だと？まさか御堂に襲われたっていうのか？エヴァから聞いたのか？なら話は早い。奴の体から侵害の反応が一切感じられなかった。だが棺は間違いなく今もなお維持されている。まんまと騙されていったというわけだ。待て、どこ行く？エヴァの体内に保管していた複数の侵害が御堂に奪われた。あの男を野放しにするわけにはいかない。俺たちも行こう。嫌な予感がする。敵よ、上にいるわ。上に行く道があるみたい。落ちたら一巻の終わりよ。そこにあるのは何？嫌なところで。久しぶりだね、カーミラ。しばらく見なかったのか。ロストにでも落ちたのかと思ったのに。そっか。
めきが。おい。すごい。なんとかします。それって。選んで、あなたに任せるわ。今行くわ。すごい、大きな空洞。役に立つといいね。ロストがどんどん出てくる。全力で行くわ。ロストが物陰に隠れているそうね。ここじゃ追い込まれる。違う。いや、追い込まれないで。調子いいんだ。この狭さじゃ不利よ。よかった。宿り木だわ。一人で進んじゃダメよ。大きな柱。強そうね。広いところにおびき寄せてもいいかも。この狭さじゃ不利よ。落ちたら戻るのに苦労しそう。すごいもの見つけたわね。大崩壊の置き土産。使えるものは使わないとね。見て、何かある。
家族を探して、それって何日も何日も探して。光る水面が綺麗ね。ロストは物陰にいるみたい。気をつけて、強そうなロストが。まだ遠くには行ってないはずだ。探せ。誰がこんなところに扉を作ったのかしら。鍵ね、探しましょう。あの大崩壊が一瞬にして。慎重に行かないと。お疲れ様。決意。まさか。さっきのロストの。この人が君たちを引き取ってくれることになった御堂さんだ。あの人なんか苦手かも。顔が笑ってないっていうか。これが全ての始まりだったんだ。ここには入るなと言っておいたはずだが。なんだよこれ。あいつに何をしたんだよ。何も心配することはない。ちょっとした好奇心さ。君たちはより高次の存在に生まれ変わるんだ。あの男は笑っていたんだ。まるでおもちゃで遊ぶ子供のように。おはよう。気分はどうかな。私の子供たち、喜んでくれ。私たちの研究は新たなフェーズに突入する。さあ祝おう。再会のこの日を称えよう。好奇心の力を。君たちはさらなる進化の階段を上るんだ。
ミドは表向きは高名な科学者だった。だが裏では俺たち個人を実験台に改良しては奴隷兵士として売りさばいていた。ひどい。奴はいつも言っていた。人類は未来への橋に過ぎねえと。好奇心は人類を進化に導く賢者の意志だと。奴の実験は続いていたんだ。ここで俺の仲間たちを犠牲にして。ミド、あいつだけは絶対に。少し休んでいく？ヤクモ、大丈夫かしら？御堂まで棺も探せないかな。マジか。ちょっと待って。といいね。何かしら。扉を守っているの。よし、開いたね。ちょっと待って。このはしご崩れたりしないよね。今行くわ。梯子を登ってみる。歩いてるだけで火傷しそう。すごいね、木。立ってるだけで焼かれそう。ループ。
に近づかないようにね。落ち着いて。火柱が静まる瞬間があるから。高台は火の手が少ないわ。下の様子を探りましょう。あのはしご、ここからじゃ使えないか。どっちに行く？用心深い仕掛けね。熱いのは我慢して。行け。一人で進んじゃダメよ。よく見てるじゃない。下と道がつながったわね。そのはしごを降りてみる？なんだろう。近くに敵がいる。確かに。
人で進んじゃダメよ。こっちには気づいてないみたい。とりあえず周り見とくね。今行くわ。
といいね。はしごを登ってみる。よく見てるじゃない。愚策なのだよ。この声は人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。人、奴の記憶か、それとも頼めるか。クイーンの封印など愚策なのだよ、グレグレ。犠牲なくして進化は不可能。ミドー様、器の準備が整いました。この侵害が未来を開く種、人類の新たなる可能性の萌芽の時だ。ハハハハハ。エミリンス、侵害の適合を開始。適合率順調に推移しています。素晴らしい。自ら志願しただけのことはある。咲かせてくれる綺麗な花。棺は完成した。さあさあ、次に進化の階段を上るのは君だ。私ですか。大丈夫だ。我々には時間がたっぷりあるんだ。継承者はお前だったのか、エミリー。棺に向かうぞ。この炎はお前の心の叫びか。待ってろよ。冷静に対処すれば問題ない。さっさと切り抜けよう。